あなたの周りには、当人は大したことないのに、なぜか、仕事が回っちゃってる人とかいませんかえそうです。私のことです。えー、あの、これ、あの、セミナーの告知をね、えー、させていただこうかと思うんですけれどもね。あの、9月の15日に、私が、えー、講師を務めるセミナーがあるんですね。 で、内容なんですけれども、まあ冒頭申し上げたこれですよ。まあ当人はもう五流人間。なんだけれども、一流とか超一流と言われる人となぜか繋がっていて、当人じゃなくて繋がってる人たちの強みによって、ご飯が食べれてる。このように生かされている。そんな人がいる。まあ要するに私のことなんですけれども、どっちかというと下流人間ね。 一二三四五流人間の私がなぜそういう人たちとつながって今こうしてやっていけてるのか。ね。そもそもそういう人たちとどんな方法でもってつながったのか。どんな経緯でもって人脈としてつながることができたのか。機能することができたのか。ね。その秘密をお伝えいたします。